はい、こちらのマンションはですね、正面の脇にですね、駐車スペースが、1,2,3,4台ほどあります。でその奥に、防災センター、今人出てきましたね、防災センターがあるので、そちらに行って、止めて納品する感じですかね。でそこもうすぐにエントランスエスカレーターになってますので、多分納品は絶対的にできないと思います。なので、こちらの防災センター、こちらに車を止めて奥の防災センター行って、搬入用のエレベーターで搬入ということになるかと思います。非常に大きな建物ですね。ということでよろしくお願いいたします。